はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は、飛距離くんのね、報酬である江戸川文楽っていいのかなを使っていこうということで、デッキの方を見ていきましょう。で、まあ、自分江戸川文楽自体は全然使用したことのないキャラです。まあ、どういう性能を持っているのかも全然わかんないんですけれども、とりあえず固有持ちですね、レベル35でタッグ80に 20% が乗るので、タッグ 100% とやる気効果アップがついて、まあ、筋力ボーナスもつきますよと。でさらにコツイベント率アップも、つくので、テーブル的には、かなり強いテーブルになっていると思います。で、コツの方が、パワーヒッター、プルヒッター、チャンスメーカー、満塁男、逆境ということで、まあ、ちょっとねプルヒッターが気になる人は気になるかもしれません。あとムード丸もあるのか。なので、この中でいくとムード丸は最低限直取りをして潰していきましょうと、いうところですね。でイベントリストは、全く使ったことないので、何も開放してませんと。まあ、初仕様ということですね。でイベント内容も、体力を削るイベントが、ないようなので、まあ、かなり使いやすい、キャラになっていると思います。で暁大付属なので、まあ、ちょっとね自分はいつもの余剰ペアを連れてきて、で余剰兄貴の方がちょっとプラニになったので、まあ、テーブルの方がね、やる気効果アップ 50% がつきました。まあ 50% あるとないとで、まあ、多分違うと思うので、まあ、少し点数の伸びも良くなるかなというところと、今回は上が後イベの人たちですね。で江戸川くんは前イベになりますので、下が前イベキャラですね。で外野をねやっぱりちょっといつも悩むんですけれども、今回外野は、ちーちゃんを連れてきてますと。とひじりちゃんですね。まあ、ひじりちゃんは単純に、技術ポイント稼ぎで、魔術師がねちょっと欲しかったので、田中山くんを連れてきてますと。でそうそう江戸川くんはね、金徳が一番槍っていうね、まあ、打開の、上位になるんですけれども、まあ、今のところの難点はその打開の、ね、コツを、取る機会が、まあ、全然ないというところと、一応まあ不確定ではあるみたいなんですけれども、パワーが C 以上あると確定になるらしいです。まあ、ちょっと珍しいキャラですね。まあ、そういうのってどうやって確認してんだろうって思いますけど、まずはじゃあ早速コツがあるんでコツを追っていきましょう。まあ、暁台もね久々といえば久々ですね。いきなりプルヒッターか。まあ、アプリの方だとねプルヒッターの、金徳バージョン伝説の引っ張り屋が、あるんでいいんですけれども、おここはいいな、スミカちゃんも5つ余剰のコツもありつつカウントを減らせると。やっぱりね野手はねカウントが多いっていうのがなかなかきついですよね。もう本当に余剰2人に頼らないと全員打倒ができないんで自分は、まあ、あとね運もあるんですけどね結局はなんか勝負だみたいなやつで打倒ポイントがめちゃくちゃ減らせられればいいんですけど、こいつはどういうキャラなの。江戸川文楽ですね。まあ、そのままでいいのか。あんまり知らないんで旅一座、ああ歌舞伎的なキャラなのか。コツがやたら来るな。まあ余剰もいるしね、これはいいね。ちょっと追ってこう。まあ、やっぱりね守備職人のコツは絶対欲しい。バントか、まあしょうがない。もう余剰を早々にぶっ倒しましょう。余剰を早々にぶっ倒してスミカちゃんの評価を上げつつ打倒ポイントを下げると。順番とかな、もうちょっと忘れたな。まあ、やっていくうちにあそうだそうだみたいになるかもしれないけど、とりあえず余剰を減らしていこう。まあ、最初に余剰を倒すっていう、まあ、基本を守りつつ、そうこういう勝負ね、やったー勝ったーっていう5も下がるからね、ほんとこれあるとないとで全然違いますからね。いいね、結構体力を回復してくれるね自己紹介で。これは五十嵐、まあバンプと違ってあんまり調べなくていいっていうのが助かるなバンプはねまだ全然イベントの内容が把握できてないんで、ここもすごいけどね、ここもすごいけど、ここも3人いるからな。
でもこれはでもやっておいた方がいいかな。体力を回復しつつみんなの打倒ポイント下げられるっていうのはでかいよな。もう余剰も1だしね。よし、これはちょっと一回メンタルに走ろう。さすがにで、ひじりちゃんはねキャッチャーなんでコツが来てくれれば追ってもいいですね。やっぱり二宮ってちょっと減らしづらい感じがするんで、でかつ早めに倒しておきたいっていうのも。食は天下の回り物、どっちが金徳なのかよくわかんないな。これは普通のイベントの方が勝手に終わったそうか。で体力も回復しますと、まあわりかし回復してた状態だったんですけど、ちーちゃんコツが来てるね。これはコツを追っておこう。やっぱりね外野手のね追求をしておくっていうのもかなり重要だと思うんで、野手に関しては。で諸井くんがね当たったんですけど、ちょっと諸井くんはまだレベリングが終わってないんで、まあ、諸井くんのレベリングが終わったらちょっと諸井くんは別で使っていきたいと思います。諸井くん自体も俺はね全然使ったことないんですよね。一応これを見て、まあ追求をしたいんだけど、なんか取らなきゃいけないもの。プルヒッターって3だと50で取れるんだ。粘り打ちは取りましょう。でバントも取っておこう。忘れずに、忘れるからね置いとくと、まだいいかみたいな感じで置いとくと忘れちゃうんで。よし、アベレージヒッター。これはどうしようかな。体力を気にするのもいいかもしれないですね。30も回復するんで。でコツが来てる。幼鳥を倒せる。ただね肩のねレベルが上がってもねどうかなっていうところはあるんですけれども、まあ倒せるときに倒して、ちいちゃんのコツもあるんで。でアベレージヒッターは俺的には別に5で掴んでもいいと思ってるコツなんで、まあパワヒとアベヒとかは5でいいんじゃないかなと思ってますちょうどアベヒが来たし。あとやっぱチャンスとかね、そういう2回掴まなきゃいけないやつもできれば5まで上げたいですね。で次誰だっけ、次二宮とかでいいんだっけ。六本木を倒すんだっけなんか忘れたなマジで。すみかちゃんの評価も上げていきたいと。田中山くんはバント掴んだんで、このまま練習をしていきましょう。すみかちゃんの評価を上げていくか。よし、守備職人ありがとうございます。で練習を見つつ、スミカちゃんはいないというか練習が全体的に微妙な感じがするね。田中山くんってどっちだっけ、ショートだっけセカンドだっけ、なんか忘れたけど、ただ田中山くんのコツはねそんなに欲しくないんで、どうしようかね。ここは江戸川の評価を上げるか、六本木を下げるか、2人1人、あ2人いるからやっぱ打倒優先していくか。これは田中山くんの通常の方のイベントですね。田中山くんもねちょっと体力を削ってくるんで、まあ、ただその代わり守備職人とかね、あ守備職人じゃない、積極守備とかねそういうのをくれるんで、それはかなりいいですよね。今ね魔術師持ちがだから結構充実はしてきてるんですよね。24パーはさすがに無理で、メンタルをしつつっていうところでいいかな。一ノ瀬がもう3まで減ってるか、これはさすがにね二宮を先に倒しておかないといけないんで。でなんだかんだでもうそろそろ11月になるけど、スミカちゃんの評価がまだ乗ってないかね、このくらいだと。パソコン直しに行きましょう。そうだね、あと精神的支柱ね、あんまり成功率は高くないからね。コツが来てるけどどうだろうな。スミカちゃんがいないね、
一ノ瀬のあれが減ってくね。まあ二宮も減らせられるといえば減らせられるけど、タイミング的にはちょっとあんまりよろしくない感じか。これ別に勝ってもしょうがないんだけど、負けたか。まあ別に一ノ瀬は最悪減らせられるんで。で田中山くんの金徳1回目が来て、田中山くんは金徳が2回目で終わっちゃうんで、なるべく守備を上げておきたい。余剰のイベントも進んでるんで、守備どこまで上がる。これ C とか行くかな。行かない行かないけどいいや。でタックが組めますと、一ノ瀬よく減るね。スミカちゃんが最優先だね。もうちょっと11月なんで、ナナエも意外に倒せそうだな。今回はなかなか順番が難しいね。で、コツ、ナナエが倒せるか、どうしようかな。スミカちゃんはいないんで、ナナエを倒すと三本松がやたら上がるけど、しょうがない、倒そう。もうグッバイ。早急、いいねいいねいいね。やっぱりね、ひじりちゃん強化されてだいぶ使いやすくなりましたよね。八島がね上がるのは特に今のところは問題がないと。でひじりちゃんどうしようかな。一回コツを掴んでおこうかな。スペシャルブレンド、これは真ん中でいきましょう。フルーティー、うまーい。よし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 。しかしただもう12月が近づいてきてるぞ。さすがにまあ評価は乗ってるよな。でまたひじりちゃんコツがあるのか。3本松も減らしたいけどな。マラソン用に六本木も減らしたいけどなどうなんだろうね。ひじりちゃんもう一回練習する。で追求する。怒り守ると八島か。三本松がなんかすでに残りそうな気がするな。これでまあ練習して、でちーちゃんの金徳1回目ですね。しかしミートを上げている暇はない。これは失敗するかな。まあこれで二宮が下がってくれれば嬉しいけど、どうだろうな。うん、 OKOK。こういうところのねイベントもねやっぱり左右されるよね。そしてタックプラスコツ、これは誰。余剰か、やりてえなこれはやりたいな。これはやりたいけどな。キャッチャーの理解度も上げときたいんだよな。いくつだっていねえし、そもそも二宮が。ちょっと見るか。6でしょ。6ってわりかしきついんだよね。どうしようかな。追求しよう。キャッチャーコツが手に入るかもしれないけど、しょうがない。早急コツ OK で、クレープ、これどうすんだっけ忘れた。こっそり連れていくと、なんだっけ、盗塁とかが手に入るんだっけ。余剰が盗塁コツを持ってるんだっけな。でもな、敏捷ポイントはそんなに稼げないからね。まあ評価は乗ってるしね。これ余剰を誘うってなんだっけ。マジで忘れた。ちょっと適当にやろう。これスミカちゃんの評価は上がんないんだっけむしろ下がるんだっけ。あ、広角打法、フルヒッターあるけどね。まあ、とりあえず告白は間に合ってくれたと。そうか、このイベントで広角打法のコツ手に入るんだ。俺に見られたくないのと。いや、ちょっと暁台久々だからな。ここら辺の鉄板選択肢をちょっと、これはその本は買う必要はないと。まあ、とりあえず最低限のお仕事はしてくれたんで、誰もいない。誰もいないのはね、やっぱりちょっとね、一ノ瀬で、
二宮下げるか。六本木は無理だな。ちょっと先に二宮を倒しにかかろう。マラソンは最悪サボりもありだな。これでちょっと守備を上げていきますか。やっぱりね、ちょっと魔術師あれが精神ポイントが足んないな。メンタルが来てるけど誰もいない、誰もいないのは困る。二宮を倒して速攻で一ノ瀬を倒しにかかるか。ちょっと一人しかいなくてもったいないけど、で、ひじりちゃんはこれで3回目ですね。あと1回。食は天下の回り物、これが選択肢によって変わるのかな。ついていくだとやる気と体力と筋力が上がると、今日は帰るだと精神ポイントがいっぱい上がって、俺のってやると、評価と、技術と、敏捷ポイントですね。どうしようかな。もうあれだからね、クリスマス近いからね、精神ポイント選んでもさ余るかな。最終的には最終的には精神余る可能性があるからね、暁台は。ちょっとこれは一番下にしておきますか。多分40ポイントくらい手に入るかな。全然イベント読んでないけどさ、これ何、どこに来たの、何の店、お前の家そういうことね。二宮単独でいるね。まあいいか、まあメンタルを上げるのはありだけど、クリスマスがちょっともったいない。どうしよう。六本木を下げるか。まあ一ノ瀬はまだ大丈夫だしね。やっぱりね、クリスマスの回復イベントは大切にしたい。こいつら家近いのかね。なんか毎回毎回言うけどさ、高校だとやっぱり電車通学って普通じゃないですか。絶対その高校の徒歩圏内っていうわけじゃないんで、そういうのがね気になるよね。二宮一ノ瀬、あ、両方これ倒せるのか。でかつひじりちゃんのコツ、ひじりちゃんのコツ、早急はだってもう5まであるでしょ。掴んどこう。肩が上がっていくのか、ちょっと悲しいなそれも。まあいっか、やはり倒せるときに倒すっていうのが鉄板かな。練習、まあ、ポイントはポイントでありがたい。これでだって肩練習もここでしょ。肩キャラを誰も入れてないっていうね。でアプリの方があれですよね、暁大付属関係の人たちがイベント強化されますよね。まあ、怒り進むとかも強化されるみたいなんですけど、確かやっぱりね、初期キャラがね、どうしてもイベント経験点とかが大凶少ないんでしょうがないんですけど、大凶か、まあ、しょうがないよね。まあ、あと次の高校が何が来るかっていうところですね。やっぱりブレインマッスルって言ってる人もいますけど、俺はねダンジョン高校が先に来てほしいんですよね。でダンジョン高校ってこう仕込みにめちゃくちゃ時間がかかるじゃないですか。でダンジョン高校を仕込んでる間にブレインマッスルが、出て試験は受けましょうミート上げてねえけど。でなんかブレインマッスルも楽しみつつダンジョン高校も楽しめるみたいな、そんな状況がねいいと思うんですよね。やる気が全くない。ちょっと待って一ノ瀬とかマジ久々だな。4球種持ってんだよね。でわりかし変化球を投げてくるんで、あと1本ヒット打てばとりあえずなんとかなる。よしよしよし。まあ、かといってホームランを狙える能力じゃないんで、地道にヒットを打っていきましょう。
今のダメなのか。20ポイントは欲しいね。20ポイントは。で、20ポイントの次ってもうあれなのかな、40ポイントなのかな。あれ、ちょっと待って、これは確実に20ポイント狙いに行こうこのセコさ、よーし。だってさ、この試験内容を見るとさ、こいつはあからさまにポイント稼ぎに来てるなって思われないのかね。で、寺か。寺は確か体力が回復したんですよね、マックスだけど。おお、精神ポイントくれるね、養生くれるね、やっぱり。で、くれるね、筋力。まあ、やる気効果アップがね、田中山くんとかで乗ってるんですけど、悪くないね、やっぱり。ポイントはくれる。あ、しまった。打倒を全く考えてなかった。誰もいなかったよね、今。ちょっと江戸川くんのタッグにつられて、打倒関係を見てなかったんだけど、どうしようかね。サボりを前提でいくか。まあ走るか。デートして回復させてマラソンやりましょう。まあ、とりあえず1位を狙うっていうのは無理なんで、10位以内を完走で。誰かイベントが起こる人倒したっけ。倒してないよね。さあ行くぜ、やる。こいつなんで毎回さ出遅れんの。すごい下り、これは飛ばそう。全然減らないよな、すごい下りこれさ、全部すごい下りだったらどうなん、入れないとかさあんのかなこれ大丈夫全部思いっきり飛ばしてんだけどさ、そりゃ1位取れないよね。全部思いっきり飛ばしたのに。おい、マジかよひどくない、マジで。ヤシバが倒せる、もういいや、倒そう。今のひどいよね、本当に。全部飛ばしたよ、全部飛ばしたのに入れないんだ。やっぱ上り系がないとダメなんだね。いや、これは初めてのケースだな。大凶が効いてんな、大凶が大凶が出たからさ、その後の運も悪くなったね。これはちょっと金徳関係がどうなるか怪しくなってきたな。そしてバレンタイン練習したいけど、これは練習できないよ。ここに3人溜まってるから、まあここをやるとして、とりあえずやっぱり守備は A にしておきますか補給15しかないんだ。あとミートとかは一旦 E で落ち着かせよう。肩、外野だからね、ちょっと全部必要といえば必要。まあ、最悪、あ、でもそっか、守備がもう上がっちゃってるからね。そうすると守備もできる人に育てたい。パワーを上げておくか。弾道を上げておこうと思ったけど精神が足りない。で、ここはもうメンタルでいいでしょう。3本松とか結構あるね。つくもはね、2ずつ減ってくからいいんだけど、あとはタックと打倒ポイントがどれだけ絡んでくれるかだな。よし、 OK、 ありがとう。まあ、スミカちゃんもね、やっぱり彼女キャラとしては優秀だと思います。これはいいね。3本松とつくもが減らせる。一応コツも見ておくけど、やっぱりここは打倒だよな。打倒優先で。もう今のペースがいいんだか悪いんだかっていう見当もつかないな。粋な夢、これがあれですね。金徳関係で、まあ、これどっちでもいいのかな。上だと筋力で、下だと技術精神が手に入る。筋力今のところ多分大丈夫だと思うんだよね。ちょっと技術精神を上げておきましょう。
さてコツが来てる。ただここも六本木がいる。ここは誰もいない。やっぱ打撃かな。スミカちゃんもいるし、体力のね減りが少なくなるんで、もう一回練習できるかな。自然回復してさらにラブパワーで評価はマックスになったかね、スミカちゃんは。でここで一番下だとイベントが切れちゃうんで、一番上だと技術と体力が上がるのか、で真ん中だと精神がいっぱい入るっていう。ここはちょっとラブパワーが発動してるんで、一番上で体力を回復して技術を上げていきましょう。でそこから、パワーを上げて、一番槍をね、取りに行くと。で一番槍自体は、ポイント的にはね、あの敏捷ポイントを使うんで、そこをどう取るかっていうところかな。敏捷はねこの編成だと余らないんだよね、そもそも。パワーを上げていきましょう。とりあえず C でいいんだよね。 C にしてこういうのってどうやってさ発覚するんだろうね。 C だと確定とかさ、特にあれだな、回復させつつ減らすか。最後はやっぱり怒りとかでいいかな。リラックスしてみよう。これ大丈夫か。ダメっぽいぞ、ほらこれはしょうがない。ちょっとね失敗した時が痛いよなマジで。ちーちゃんはつくもが倒せるけど、どうなんだろうね。スコールイカ筋力とか上げていきたいんだけどね。守ると三本松をちょっと下げるか。イガラシをね最後に残すっていうのはさすがにないんで、あ、そっか、これで守くん下がっていくのか。どうしようかな、今のところだと。六本木もねストライク送球なんで、外野には欲しいですよね。さてこれが成功するかどうか。いくぜ、コテってなりそう。コテって成功した。おー、いいねいいね。で六本木が減らせられるか。つくもは倒せるけど、やっぱりここは2減らせられて、かつタックが組めるんで、やっぱ田中山くんワンタックでも強いよね。ラブパワーが発動してればやっぱやる気効果アップ持ちって強いよな、そう考えると。これで3回目ですね。なんか言ってるけど全然わかんない。ドリームチームがどうのこうのとか全然イベント内容がわからん。あー、やっぱポイント手に入るよね。40 40 40。最近のねキャラはそういう傾向なんでね、成功するとわりかし経験点が入る、わりかしっていうかかなり経験点が入るっていう。でかつラブパワーだと筋力稼げるね、江戸川くんは。ちょっとさすがにやらないけどさ、ここはデートしましょう。ちょっと体力を回復させる。スミカちゃん自体は今何回目だ、これ3回目だっけ。やっぱりね高校によっては体力回復してくれるキャラがいいのか、それとも経験点キャラがいいのかっていうところになりますけど、暁はね体力回復系がいいと思いますね。よし、魔術師も OK。ハンダ製造機はね取れなかったけど、そうか、でもこの編成って不確定金徳の人たちが多いんだね、よくよく考えれば。これはちょっと3本待っていきましょう。田中山くん魔術師を、掴んでないっていうか、まだ取ってないんで、取れるものは取っちゃう。いや待てよ、魔術師も切っちゃうか。大丈夫でしょう。ムードってどっかで手に入ったっけ、もう分からんな。いや取っちゃおう。精神的支柱もローボールヒッターの人とか多分いないんで、低球質だもん、そんなに重くないんだね1でも。あとはね、パワーヒッターってこの編成取れないのか。広角打法を取ったのが若干無駄だったな。そうすると守備寄りの選手になるかな。
あ、パワーヒッターあれか、江戸川くんがいるんだよ。江戸川くんコツがなかなか来ないね。ちょっと待って、もう4月だよ、4月。江戸川くんこれやりたいけどどうなの六本木先に倒しとく。で、五十嵐とか減るんだっけこれで。うん、そうだよね。で、上がるやつはいないよね。これはなんだっけ。一緒に勉強しよう。いや適当っすまあここでしょうがない、やる気が下がったけど。絡まないね。ひじりちゃんかコツ。五十嵐が倒せるけど肩か。何人 ?1234。 あーまずいな、ちょっと三本松がやばいね。三本松を減らしにかかろう。三本松がちょっとタックに絡んでくれないと厳しいな。絡んでくれない五十嵐。どうなの、怒りもなんだかんだで2あるからな。ここはどうする。 7% 悩む。回復させるか、デートをしよう。やる気を上げつつ体力を回復と。もうちょっとかなり調整に入らないと少し厳しいかな今の状況だと。ひじりちゃんはねやっぱりイベント数が多いよね本当に。やる気が上がった、やった、ありがとうございます。喧嘩すんなよ全くで、タックはなし。五十嵐とつくもが2人倒せるけど、いや無理だよこの状況で倒すと。こいつらがめちゃ上がるもんね、それは無理。2人とも減らしとこう。で、怒りが1になったでしょ。で、3本松が2か。五十嵐を倒せば3本松減るっけ。で、俺どこだっけ。そう、外野か。これもコンピューターにお任せしよう。さてさてさて、ちょっとまた整えていきますか。ミート D にしてちょっと弾道上げとこう。肩とかも D にして、呼吸も D にすると。よし、で、ちなみにあのバンプのサクチャレはねもう全然しょぼかったですね。 PR のところかな、 SR が取れない次の PR のところの順位だったんで、いかんせんちょっとね時間がなかったんで、あの10人作るっていうねチャレンジもねできなかったですね。お、これはそうか、こういうのもあったね、体力回復イベント。で、絡んでくれるか、絡んでくれない、誰も絡んでくれない。3本松、メンタル、まあ、メンタルが上がってもしょうがないといえばしょうがないけど、いややっぱりもう5月だからね。3本松って何くれんだっけまあいいや、もう選択肢はこれしかないのか。あ、つくもがいたっけ。つくもは左キラーだから無理だよ。早急に倒そう。鉄人はもう絶対無理でしょ、取れないよそんなの。で、これで一応3本松が下がる。怒り倒しちゃおっかな。まあ受けましょう。アベレージヒッター取ったっけアベレージヒッター取ってあればわりかし楽になったかもしれなかったな。あ、取ってある。てかホームラン狙ってこう。これはボール球だったね。うん、あんだ。いえ、今のさ絶対ピッチャー取れないよ。
ああいうのって大体さ、普通試合やると抜けるよね。ちょっと待って、やっぱ開こう。フォークか、フォークは打ちにくいよ。これまずいな。次打てないとまずいぞこれ。ボール球だったか。よしよしよし、あと1本。これは入る？入らないよね。これバントでバント、きっちり。 OKOKOK。 最後のね、あのボール球が良かったね。あれで1点稼げたんで。で、イカリもこれで1位になったか。で、タッグ、これやりたいね。やりたいけど5月の2週か。大丈夫そうな気がするんだけどな。大丈夫そうな気がするんだけど、どうだろうな。1回やっちゃうか。1回やっちゃおう。これはなかなか、やっぱタッグプラスね、コツは美味しいよね。ワンタックオンリーだったらちょっと悩んだけど、ここで怒り守るが倒せる。つくもが2、でもつくもが2減らせられるからね。最後3本松、3本松ちょっと何なのかちょっと調べます。あ、3本松は恐怖の満塁男ですね。悪くはない、悪くはないね。でもね、切り込み隊長はね、まあ、怒りを倒すと最後切り込み隊長くれるんですけど、チャンスメーカーを江戸川くんが持ってるっちゃ持ってるんだよね確か。どうしよっかな、つくもを先に倒しておくか。これもね、経験点的には確かに美味しいんだけどな。怒り守るか、やっぱり怒り守るかな。ちょっとまずはつくもを倒して、怒り守るか。あ、でももう5月の3週か。これでまだ上がらないか。あ、これ体力回復できたのでかい。まあ、怒りをね倒せばもう絶対3本松は硬いんですよ。これで上がったとしても別に6月の1周で下げてくれるんで、確実にいくか。確実に全員打倒を狙うんだったら3本松を最後に回す感じだよね。打倒でいこう。ちょっと怒りを倒して3本松のカウントが上がるけど、6月に怒り様がカウントを下げてくれると。ここ2上がるでしょ、で1上がるでしょ、でタオルくれるでしょ。まあ、関係ないけどねタオルは。で頼むでしょ。でもう怒りの打倒カウントなんて関係ないんで、で3下がるでしょ。もう絶対余裕だよ余裕。これタック組んでもいいんじゃない。調子乗ってるけどさ、調子乗ってるけどさ、タック組んでいいんじゃない。だったら最後にね筋力とかに来てほしいからね。まあ守備が上がるのも全然いいんだけど、全然いいんだけど、大丈夫でしょう。だってまだ1周だもんね。大丈夫大丈夫。でここでいいねーとかね練習にいいねーとか、怪我したーとか。打撃かー、まあ打撃結構さタック多くね江戸川。たまたまなんだろうけど、でメンタル5って結構すごいねやっぱり。大丈夫だよね本当はな。筋力とかも練習したいんだけどな。まあさすがに怖い 5%。 まあワンタックでコツが来てるわけじゃないからな。まあいいや、倒そう。3本まで倒しましょう。やっぱりね、ヨジョとスミカちゃんを入れてこれだもんな。どっちか抜くと厳しいんだよねどうしても。投手に関してはね、やっぱり余剰兄貴も入れるんで、まあ、余剰兄貴はね別に暁台だったら全然使えるんで。で、メンタルで回復ができると。
満塁男のコツはもう取りようがないんだよね多分。で、江戸川くん、ちーちゃんがいる。こういうのがね、どっちが来るかよくわかんないんだよね。ムード丸はもう取ってあるから大丈夫でしょう。できればパワーヒッターが欲しい。パワーヒッ、 OK、 ありがとう。もうこれとかどうでもいい、どうでもいいけど、確か経験点がなんか手に入ったね。なんだっけ、とりあえずは暁にして、守るくんとか何も入んねえ。誰だっけ、なんか手に入るよね、10ポイントくらい。あ、追求できんのか。そうか、追求できんのか。追求するのもありだよな。とりあえずパワーヒッター取って、これはもうフルヒッターでいいでしょう。ちょっと広角打法もったいなかったけど、せっかく江戸川くんを入れてるんで、チャンスメーカー、満塁男。満塁男持ってるこいつ。またちょっとコツが多いね。かといってね、逆境直撮りできるかっていうとどうだろう。逆境100とかだったよね確か。取っちゃう、直撮りしちゃう、直撮りしちゃおう。あとはチャンスメーカーか。チャンスメーカーもね、わりかし重いんだよね。チャンスメーカーもわりかし重い。63、63、取るか。94使うもんね。そのためにな、これを直撮りするっていうのもどうなんだろうな。まあ一応ちょっとこれを見て養生か。いやすげえな。やっぱりね、練習レベルが上がっていくっていうのはすごいよね。暁台の強さだと思うけど、ちょっとここは追求をしよう。その前にミートを C に上げておこう、試合前なんで。いや暁台はでもやっぱりね、安定していいよ。チャンスメーカーか。まあいいや、しょうがない。もう一回コツが来てくれれば全然いいんで。コツアップだってあるもんね、江戸川くん。いや江戸川くんいいね。そうすると暁台使えるよ。まあ今日たまたまね、今日はあの恐怖の満塁男が3本末で取れたから、そんな感じで言ってるんだけど、総力は C にしておこう。まあ、だから余剰のコンボに関しては、広角打法を取りに行くんじゃなくて、まあ、別のねコツを取りに行った方が良かったというところか。いやでもこの江戸川くんをさ、配布してくれるっていうのもね、太っ腹だよな本当に。できれば今回のねイベントの段階で江戸川くんのレベルどんどん上げていきたいね。できれば45とかにしたいよね。それにはランク入りが必須なんだけど、まあ、こういう風にね、サクチャリはもう絶対時間があればどうにかなるっていう世界じゃないからあれなんだけど、これ最悪変な話、やり続ければ上位にランクインできますからね。まあ、極論すれば不眠不休でやれば絶対パーセンテージ低くても、まあその意思があるかっていう問題はありますけど、上位に食い込めるんで。そうで、3本末もね強化されて、打球伸びのコツがイベントで取れるようになるのかな。まあ、ちょっとコツレベルいくつで取れるかっていうところはわからないんですけど、でそうすると3本末もまただいぶ使いやすくなるよね。で、ひじりちゃん、コツがあるけどな、なんかキャッチャーコツとかね、来る可能性があるから、まあ、それはそれでね、しょうがないんだよね。ここを練習してデートするか、まあ、それともデートして次に備えるかっていうところか、デートしよう。ちょっと待って、今何回目？そもそも何回目？これで終わりか。タラッタッタータラッタッターっていう固め打ちがないからな。いいね、やっぱ成功率高いね。で、メンタルか、メンタルか、ちーちゃんか、田中山くんか。肩練習レベル5あるからな。いろんな人がいるからそれなりに経験点もらえるね。これ40超えてるよね。だってこれはじゃあ逆境もね、取ってあるからね。そうか、ちーちゃん逆境骨持ってるから、そういうところも
江戸川と合うね。いやまあ多分ね、外野がねいればね、ちょっとちーちゃん多分入れなかったっすね。外野でね悩みに悩んで、いつもだったらその草野とかをね外野で使ったりしてたんですけど、やっぱ田中山くんをね、入れたかったんで草野は外しました。草野はどうしてもちょっとタックがね弱いんで、そこはしょうがないかなと。肩を上げていきましょう。とりあえずオール C でまずは揃えますか。オール C っていうか守備はもう A なんだけど、でめった打ちとかはねちょっと直撮りしないといけないんで、そうだから本当はちーちゃんの代わりにね才賀とかもね入れたかったんですよね。あーしまった、打っちゃった、アバターボール。リードで迎える4回です。ちょっとアバターボールは打てないよな。宮下、最初のバッターボックスは。あ、待って、振っちゃった。久々だなアバターボール。第3球を投げた。危ない球。次は4球目。あ、これは。ライト落下に回された。ちょっと待って、アバターにやられてるな。赤月大付属リードで迎える7回です。ノーアウトランナー。いや、アバターボールは打てないよ。今日はファーストゴロとライトフライ。際どい、危ない危ない。これは入ってくる。やばい、アバターにやられてる。よし、とりあえず1本、1本で終わりかな。待ってこないよね、もう。いや、ちょっと久々のアバターもやられたな。点数がちょっと少なかったけど、しょうがない。まあ、追及する必要は多分なくて、江戸川くんいいね。チャンスメーカーは取っておこう。チャンスメーカーは取っておいて、で仮にコツをくれなかったとしても追及はしましょう。もう満塁男なんで。よし、満塁男ありがとうございます。ってことは、あ、そうか、これがあるのか、忘れてた。怒りとの勝負とかマジ忘れてたわ。パワーヒッターとか取ったしね。でこれ内野安打だっけ。このアベレージヒッターが取れるみたいな噂もあるんだけどさ、アベレージヒッター取れないよね。とりあえず寝る、寝て2回練習に備えるか。内野安打取って、めった打ちも取っちゃおう。ちょっと重いやつは先に取っておこう。で、恐怖の満塁男、いいね、いいね、いいね。低球質さも取れるでしょう。本塁生還も取ろう。一番やりか。一番やり、やっぱちょっともうね、3列間でこれだからね、まあしょうがない。で、寝よう。あとは練習に備える。まあ、やっぱ暁大ね、安定して強い選手が作れるっていうところが今のところいいですね。まあ、今のところだと安定の暁、まあ、やっぱりね打倒に運が絡むとはいえ安定の暁のアヘのバンプだと思うんですよね。まあ、アヘやるんだったらやっぱりバンプっていう。ちょっと待って、スプリットかよ。赤月大付属リードで迎える3回です。これはスプリットだよね。宮下、最初のバッターボックスはダイヤモンドスライダー。投球はこれから3球目。打った、強い当たり。どう、今ちょっとだけねずらしてねスライダーに合わせたっていう。赤月大付属3点取られてるし、追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー、初球から取りました。もう一回、もう一点は取りたい。ホームランで、これは入ってくる。行かないか。一応スライダーっていうのはな、読めたんだけどな。ここの満点っていくつだっけ。タックが来てないか、ちょっと悲しいね。どうしようか。筋力でもやっておく。とりあえず、そうか、練習レベルが高いから肩とかでもよかったかもね。激闘第一。やっぱねスプリットはね打ちづらいっすよね。
つるやくん球種が2球種とはいえどうしてもねスプリットをね引っ掛けちゃうんですよね。バッターは宮下、第9投げました、打ちました、痛烈、まあ、1本打って点を取られて、取って取られ、取って取られ、これはちょっとコールだったな、手を出してしまったけど。赤月大付属、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは宮下、第2球、これもボールでしょ、スライダーボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、打ちました、詰まらされたか、これは打っとかないとちょっと危険だな。しかも小杉君に勝ってるし、宮下、ケイン小杉、打ちました、痛烈、よしギリギリ入った。点数的にも悪くないはず、79点。さて最後の練習よ、コツか、江戸川、田中山くん、どっちだ、どっちがいい、これはとこっちしとこう。田中山くんから敏捷ポイントと技術ポイントをもらいましょう。そうか、キバかなんだかんだでキバもな、久々に戦うとな、打てないからな。まずミートは上げられる、パワーはきついよね。肩は B にしておいて、どうしようか、肩に振っとく、肩を A にしておこうか。チャンスはとりあえず丸にしておこう。あとはコツを掴んでるやつ、まあ、全部取ったか、まあ、あとはちょっと試合での経験点とエピローグポイントをもらって調整しますか。爆速だね、2点取られてるし。赤月大付属、追う展開で迎える1回です。バッター宮下、ちょっと待って、マジで投げマジ爆速いったか、 OKOKOK、点を取られる。これはフォール、わずかに外、第2球投げました、これはフォーク、インローへ、カウンター2ボール、第3球を、さてこの爆速ストレートを、うっ全然ダメだ。これはあーボールだね、際どいね、爆速とか本当やだ。ちょっと上すぎたか、カーソルが。同点で迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で宮下、これはカーブのボール、第2球、これは入ってくる、入ってはこないけど振っちゃったよ。第3球を投げた、フォークだね、ボール、カウントは2ボール1ストライク。さてここの爆速もなんとかして打ちたい、打ちました、ダメか、ファールか、これはうおーやられた。キーバーやっぱ久々はやられるな。なんとか勝ってくれたけどさ、全然活躍できなかった。最後は49か、もったいなかったね。 2,3 回やれればね、あのキバはもう慣れるんだけど、久々にねキバと戦うとね、やっぱりちょっとね打てない。まあみんな頑張ってくれて勝ったけどさ、赤月イレブンサッカーか、川坂とかのコラボもすごかったからね、アプリの方だけど。2位、まあいいでしょう、スカウトさんはあんまり気にしてなかったんで。さて最後の経験点、ありがとうございます。で、まあ、6700、まあいい感じで出るよね。上げていきますか、どうしようかね。
筋力を使い切っちゃうからね、パワーを上げると。とりあえず総力とかちょっと B にしておく。でそこからチャンスは掴んで良さそうだね。で怪我しにくさ、筋力余ってっかな。どうしようか。ローボールヒッターとかもね、わりかし使うやつ取ってあるからね。対エース取ろう。あ、レーザービーム取ろう、外野だし。あとは追い打ちとかもそれなりに、まんべんなく使うね。精神が余るのか、精神をよく使うやつ、リベンジとかラッキーセブンとか。あ、競争心がいいね。競争心をまず取ろう。でそこからラッキーセブンを取ろう。おお、いい感じだよ、いい感じ。もう取るのはないかな。なんで総力を上げて、あとはいいか。というような感じですね。戸川くんやっぱり強いですね。特にあの筋力キャラ全然持ってなかった人にとっては、まあ、今回のね江戸川くんの配布はかなり嬉しい、イベントだと思いますので、まあもう江戸川くんはねみんな多分あの普通に手に入れるキャラなんで、わざわざねこうやって使うまでもなく自分で試せる感じなので、まああれなんですけれども、まあとりあえず江戸川くんを使ってみましたということで、まあ強いキャラだと思います。まあかなり、コツもねプルヒッターがちょっと気になるかなっていうくらいで、他も、いいコツが揃っていますので、まあぜひね、使ってあげてくださいというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。